捕らえられていた魂だ。じゃあこの人たちは。ああ、魂と肉体が切り離されていただけだからな。自分に戻るはずだ。でもマリは、父さんの命日は12月10日、母さんは6月9日。忘れてない。一度だって忘れたことなんてない。もう平気なふりなんてしないよ。泣いてもみっともなくても生きていく。最後の最後まで生き抜いた後だ。家族の前でようやく素直になれたってわけか。黙ってたと思ったらまだそんな。最後に一つだけ頼みたいことがある。うん。妻と息子に伝えてほしい。俺は最後まで諦めずに生き抜いたと。